つまんない。つぶつぶキウイソーダも美味しそう。美味しそう。レモネードちょっと。ティーバナ、のどかな場所でいただきましょう。あ、書いてあぼ。あぼ。じゃあいただきたいと思います。結構ソースいっぱい。ではいただきます。こっちは何だろう。あ、うまっ。アボカド。アボカドに何やろな。お、危なっ。ガスが落ちた。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。なんか見覚えありません、この風景。皆さんも見覚えありますね。なんなん、ちょっと言って言って。平和堂は平和堂ですよ、音楽ね、はい、そう、アルプラザや。はい、アグレッシブライフやったっけ。じゃ、何やった、正式に正しいやつですか。うん、オールライフ、オールプラザ、オールプラザ、そう。え、P な、オールプラザ、オールの AL。 ああ、そうか、そうか、総合商社というね、ね、生活密着者というアルプラザの意味なんですって。はい。で、今、アルプラザの駐車場屋上におるんですけども、茨城市の、はい、今回も視聴者コメントやってみたシリーズで、なんとめちゃくちゃうまい淡路島ハンバーガーみたいなのがね、はい、なんとフードコートにあったと。うん。しかも、自分の誕生日の日に友人におごってもらって美味しかったというね、温かいコメント付き、うん、視聴者ね、いつも君も会ったことある亀岡で、ベンジャミン・オグリー、浮かんだ。ベンジャミン・オグリビーさんね。ああ、そうですか。彼の推薦で、なんと茨城の上郡のアルプラザに今おるんですけど、前の動画見ていただいた方は皆さん、ああ、なるほどねと思うと思うんですけども、はい、先ほど中華の春陽さんで山ほど中華食べたんですよ。そうでした ね。それから30分後でございます。なかったことにして昼飯でどうですかと。はい、でね、スタッフさんとね、協議をしましてですね。フードコートで食うのちょっと味気ないなと。うん、公園行こうかってなってね、はい、近くのね。まずテイクアウトをしてですね、それから食レポの方をしたいと思います。はい、お店の名前まだ言いませんけどね、はいはい、この1階にあるんですって。はい、しかもマックの隣にね、うん、ライバル同士ある。そうですね。うん、肉パティ勝負ですね、うん。パティですよ、パティ。うん、何数なん、どっちを取るか。じゃあおじいちゃん言うやん、ボデーとか。あ、パティ。ABC デーって言うやんか。言わへん、ボデーとか。言います、言います。言うやろ、はい、うん、いや、いいよ、じゃあスロットルボディかスロットルボディかっていうね、はい、ええやん、はい、ABC デーってね、はい、はい、まあ、そういうわけでですね、ハンバーガー行こうと思うんですけども、はい、移動距離がないのでまだ2分しか取れてないので、もうちょっと喋りましょうか。はい、お願いします。だって移動してないんですものいやけどね、ベンジャミンさんもラーメン他めちゃくちゃよう知ってんですよ。本当に食通でね、うんうん、すごいクールな男でしてね、うん、見た目は優しくて、うん、物静かな感じなんですけど、そういう雰囲気、初期メンバーでね、うん、で前ね、セブンイレブン、事務所の近くのセブンイレブンあるやんか、はい、あそこでアルファロメオ156に乗ってね、はい、次の現場6時に現場あるやん、はい、その前に株式投資3本部取らなと思って、うん、コーヒー買って喋、うん、ってたの、はい、で終わったらノックされて、へー、ベンジャミンさんって、へーあれーって、うん、コーヒーくれた、優しいでコーヒー持っててんけど、コーヒーくれ、はい、カンカンの方で、また飲んでください、うん、気ぃ利くんすよ。で多分株式投資三本本部やろうから、うんうん、声かけずに待ってたんですって。なるほど、さすが、声かけてくれたらおもろかったよね動画出てもらえる、それはそれで、あ、株式もやってるからなんですよね、うん、ほうほう。2回目、その後ですね、はい、そのアルファメ156のオイル食いがあるから、うん、一回オイル足さなあかんなと思って、たまたま近くの寝屋川のオートバックスだった、あ、セッツか、はいはい、そしたらベンジャミン仕事で通って、ね、見たぞっつって、へえ、オイル交換行ったんですかって、そのオイル買いに行ったんや、一週間2回あった男が、そのね、今回コメントくださった、そのベンジャミン・オグリビーさん、ね、はあはあ。可愛い息子さんとね、バイク好きでね。うーん、車もね、いい車乗ってるんですよ。まあ、それは本人に聞いてください。ということで、まあ、そのグルメな彼がおすすめすると。美味しそう。うん。ただ、意外にもこうね、平和堂の中にあるっていうことで、我々庶民も、買い物ついでに寄れんじゃんっていう、この、プラスの思考ですね。うんうんうん、だ専門店で、なんていうの、ほら、キッチンカーみたいな食べるイメージあるじゃないですか、淡路島バーガーって。はい、うん、南国で食おうとか、うんうん。なんと、ここで、
ここで食えんのって、ちょっとそれぞれ意外でしたね。はい。あミスドとかケンタッキーとか、うんうん、あのファストフードに囲まれた世界で戦いを挑んでおるというねそこを狙っていけということでね、うん、ではね行ってみたいと思います。こんな近くに平和堂の看板が取れるともう幸せですねめっちゃでかないこう見たら暑いよな平和堂やからね。あじゃあゴーダもありますかね。ゴーダゴーダゴーダです。本屋さんそうそう太陽ゴーダゴーダでしょ。雑貨も可愛いの置いてるから、うん、楽しい。あ確かにあのしかも本がハイパーゴーダブックスやったっけ、うん、しかも僕今日エレベーター使わないこっちなんですこれ人もね映らんですよね1階まで。はい。いやでもあんなにフードコートが変わってるとは思わないし。いや、通ってんのにね。そうですよね。あの、タージマハラエベレストとかやってんのかな。一応開いてました。開いてた、はい、あ、ほんま。はい、じゃあ1階に降りてまいりました。僕は昔の若い頃からずっとこっちしか通らへん。エレベーター乗ったことあるよ。それでいいですか。なんでないよ。こっちのパンが僕がいつも買ってるパンですね。でこっち元はね、カルディやったんですよ。今シャトレーゼなの。そうそうそう。で、ケンタッキーやって僕はいつも行くね。でここは、あれシマウマバーガーか。おいしなバーガー。あ、そういうことね。これや。何がいい飲み物私決まりました。何？モジオレモネード。何なんそれ？そのままやと思いますよ。モジオな、しょっぱない。大丈夫？何しようかな。ちょっと頼みますね。シマウマバーガーって、淡路島の島がうまーでシマウマバーガーですね。っていうことなんですね。ね。あとミスドって言ってたけど、なくなってたじゃん。あ、こっちがミスドでしたっけ？でしたよ。行ってるパン屋と。はい。カルディ好きやってんけど、あのフリスク買ってたからなシャトレーゼになっちゃって。これは覚えてます。ケンタッキーあります、はい、マックですね、はい、これが淡路島バーガー専門店。これがね新しいなかったです。初めて見ました。こんなとこまで彼も来てるんやね。ねえ、今のつぶつぶキウイソーダも美味しそう。うん、美味しそう。レモネードちょっと悩みました。持ち帰りにしましたからね。はい、買いました。じゃあジュースが見えへんよ。はい。おしゃれおしゃれです、ね、おしゃれ。この持つやつもいいです ね、うん、しかもこれ重いでしょ。これめっちゃ重い。重いです。いっぱい入ってる感じ。今今でもとりあえずカメラ持って出していきましょう。はい。二の原公園。二の原公園。ここやここ。ここ曲がると、あ結構人いましたね。いましたね。こっち駐車場あるんですよ。これ。あここか。駐車場いっぱい人いますよ。ここでねちょっとグルメな食事でも取ってやろうじゃないの。誰？誰？昔エレキテル連合取らない。あいましたいました。ダメよ。それイメージですか。いや違うかったけどじゃあ今すぐね、ダッシュでご飯食べに行きたいと思います。はい。かっこええやん。僕の愛車 BMW320 6気筒エンジン。たらそちら奥ですね。はい。じゃあ行きましょうか。あ、それでか、うん、なるほど。もうすぐそこで通る。美濃原公園と言います。ここお花見とかでも使うもんな。でまあここで平和なのどかな場所でいただきましょう。いや、なんで。で並べていい。アルプラだから車で5分ですからね。あ帰ってアボ。アボ。じゃあいただきたいと思います。オレンジジュース。カメラ側に向いていただきましょう。イエーイ。淡路島バーガ
あ、涼しくてね。いいですね。なかなかピクニック気分やね。うんうん、お、しっかりしてるぞ、これ。ベンジャミンさん、うまい言うだけあってうまいやろな。まだ袋がめっちゃガッチリしてます。あ、そうですね。確かに。バリバリに、こう、硬い、うんうん。油飛ばしみたいな。ちょっとね、見た目は崩れてるかもしれませんけど。結構ソースいっぱい。では、いただきます。こっちは何だろう。あ、うまっ。アボカドやね。アボカドに何やろ、中、おー危なっ、ここがすごいでした。え、何入れたの、コロッケ、何やろ、自分で頼んどいて何なのアボカド、あ、うまいわこれ。あ、おいしい。オニオンリングが入ってるんですね、フライで。あー、そういうことか、オニオンリングですね、これ、うん、そう、食べさせてもらうけど、食べてん、ありがとうございます。はい、すごいだね、はい、ありがとうございます。うん、それ美味しくない？美味しいです。これうまいよな、うん、やりまするな、めちゃうまい。アボカドバーガーは、うん、その山下さんが食べてるのに、うん、あざまさんが食べてるのに、毎回言い換えんでいいのもういいよアボカドのソースが入ってますか。あ、ソースがアボカド、うん、アボカドのソース同じじゃん、普通の淡路島バーガー。ケチャップでしょうね、多分。うん、美味しいで、ケチャップ。めっちゃうまいやん。何ソースやろう。え、だからアボカドやろ。アボカドと、あとパティについてるの間のソースがちょっと違うくないですか。うん、見ても分からへんもん。ちょっと茶色いソースですね。うん、だからいいですね、この、なんていうんですか、公園で食べるっていう発想がいいですよね。井ノ原公園ね、岩木市民が大好きな、うん、ほら、ね、ご高齢の人らが子供らまでみんな入れるから、こういうところって、はい、ね、楽しいひとときじゃないですか。お弁当持ってくるもよし、担任者ら練習するもよし、うん、ね、おばあちゃん同士で話しながら散歩するもよしね、うん、君らの年やったらあれですよ、ここで愛だの恋だの語り合うんですよ、徹夜で。徹夜で素朴さがあるポテトですね。なんか変な味付けがないっていうかな、うんうん、素朴な方、シンプルな塩味。これオレンジジュース、はい、全然説明する必要もないオレンジジュースでした。だから君だよね、それ。なんかこう公園で食べるっていうのがアルプラザから近いのできるんで、うん、あのついね、僕らってハンバーガーイコールドライブスルーに慣れちゃってるけど、はは、今車から降りないっていう便利さ、うんうん、でも一手間かけただけこうやって楽しくね、こんな素敵な公園で、うん、ほら、このゼレンスキー服ぐらいでね、3月やけど、うん、コートも着ずにこうやってご飯食べるっていいですよね、うん、子供たちの声が聞こえるのもまたいいじゃないですか、うん、青春やね。青春アオハルやね我々が言ってますね旦那さんなんですか、子供時代の子供の思い出。初めて梅田で、はい、お父さんが、うん、競馬新聞いつも買いに行くんですよ、はい、で、お袋と俺連れてって、はい、小学校4年生ぐらいだったと思うんですよ、うん、なんか食うかって言われて、うん、たまたま喫茶店にクレープなるものがあったのね、うん、食ったことないけど、何クレープって、あの、ま、巻いてるクレープですか。いや、なんかこう皿に綺麗にこう並べてるクレープだった、なんかソースがかかってる感じの、うん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 、これがいいって、うん、いいよ、はい、食べさせてもらった、はい、ワインのソースやって、へ、大人のやつやったよ、うんうん、でフォークとナイフで食べるよ、金粉かんぷんや、でも親父の袋が、うん、食いなって、うん、いいよって、むちゃくちゃブランデーかワインの香りがするのね、うん、体験だから食べてみる、うんうん、その時嬉しかったんが、
僕にとっては悪いことだと思ったんですよ。お酒が入ってるウイスキーボンボンみたいな。でも両親が笑顔でさ、体験だから食べてみろって、それをめっちゃくちゃ嬉しかったね。結論まずかった大人の味すぎました何やねんこれって、お母さん食べてって終わるんだただそのやってみなはれって2人が口揃えたの嬉しかったんで、うんうん、親が仲いいんやなって、うんうん、小学校4年生ですよ、うん、狙われてたけど狙われてました泳ごうと言いましたねそんなんが嬉しかったですね。親の配慮。あと、僕は小学校3年生ぐらいの時に、ふすまを破くのが趣味になっちゃって。楽しい。頭にこうぶたがってビリっていくから、こうビリって余計、ね、楽しい楽しい。直そうじゃなくて穴開けたいの。はいはい、わかります。じゃあ袋が最初は怒ってたんだけど。諦めたよね、うん、作戦変えたよね、うんうん、もう翔太君好きなだけ破きなってよ、うん、お母さんから手バリンって破ってくる。へえ。張り替えるから、うん、で頭突っ込んだりしていろいろやったんよ、君興味なくなって、破いていいよって言われるのが面白くなるよね。怒られたかったよね、うん、あーなるほど、ハマってほしかったな、うんうん、そういう自分に知れたことも発見ですね。あとお母さんすごいですねそれを分かって、貧しき俺の一家とはいえさ、帝王学を学んでるから、ね、私は、うん、帝王学やで、将来はね、あの日本民族1億3000万を率い戦う、うん、なんて受け入れんねやザーマス帝国のね、市長さんのザーマ、いや今見てる人らはあれですよ、幹部候補生だから良かったですね。ね、みんな役人になりますからね。あのザーマス帝国のね。うんうん、僕の YouTube 撮る人宣伝賞って言うんですね。うん、そんなんとか。うん？お前帝王学を。勝手に言ってねえように。うん、で一方でね、なんかいろんな人らに。そんな自己破産したらええやんってずっと言われて、うん、で自己破産したら親族とかの土地も全部なくなるからみんな路頭に迷うんですよ、うんうん、いやできない、いや自分のためにしなさいってみんな俺のために言ってくれはったんだから、いやどうしてもできへんかったら俺応援してくれた方が嬉しかったね。へえ。結局親族何人かもう嫌になって家売っちゃった人もおったんやけど、親父のせいで。ああそうなの。面倒くさいし計算しろみたいな、うんうん、守りきれないことが多かった人生やけど、うん、だから今人を信じるし、すごくこう守ろうとするし、言ってはるんだなと思う。無償ないや、無償ないね。俺が思いついた考えついた最後は、うんうん、プロムみたいな発想や、うん、本当の愛とは愛を与える側は与え続けることがまず、もらうことは考えないからね、うん、大量のものを与えなさいっていうのはそういうこと、うんうんうん、怒りを求めなかった方が愛が深い、うん、たまにバカが言うじゃないですか、いやそういう血は喧嘩よう立ち合うことあんねん、そうお前の、ね、買ってやったらビトン財布返せとか、何言ってんのお前っていう、ね、一方女の子もやり手で、うん、ビトンに罪はないって言って、ね、返さないの別れた彼に買ってもらって、はあはあ、うん、そうだから僕はお父さんとお母さんに厳しく育てられました、一人っ子やったんで、うんうん、愛のありかだけはちゃんと教わったような気がするな、かもしくはちゃんと自分でも受け止めたら、うんうん、受け入れたと思う。だって結果は親を守るためにずっと働き続け、親父がこたつにひっくり返って寝てる間も毎日働いたわけやからね、うんうん、けどお袋とお父さんのおかげで愛というボタンの掛け違いだけはなかった、擦、うんうん、れたことはあっても曲がったことはなかった、
汚れることはあったけど染まることはなかった。だから死んでもあれやと思う。あの嘘偽りない人生であったとだけは言えると思う。結果良くても悪くてもそんなもんどうでもええけど、あ、ま、あの曲がったことが大綺麗って言ってうまく曲がらん程度しならせる感じでこの世の中うまく渡ってきたから。なるほど。決して折れたわけじゃない、汚れたかもしらんけど染まってないっていう、真っ白の T シャツのまま人生歩けるやつがおったら歩いてみいと思う、むしろ最前線で戦ったら人に汚されるのが当たり前ですよ、でも染まったわけではないと。なんかいい感じじゃないですか今日。なんか知ってるつもりみたいな取材になってるよね。あ、知らんもんね。知らない。関口宏さん知らん。え、その方は知ってます。過去の偉大な人物をね、一人ずつみんなでこうわーわーわー言いながら話すっていう、紹介する番組。あ、出たかってな。出るかな。最後の、今日は人類愛に目覚めて日本で最大の愛の人、マハトマ・ガンディの生まれ変わり、バロン・ザーマスさんをお送りします。いやー、バロン・ザーマス深い愛ですね。なんで愛って人って思えるんでしょうね。加山雄三さんが言われてた、いや彼みたいなね、やっぱり若者はこの先の日本を変えていくと、愛は大事ですよねって。僕は好きだなって、君のことが一番好きだって、あんたそれ歌のタイトルやないかいって、一人歌劇でしたね。悲劇でしたね。もう早く食えよもう。あんた全然食っていいじゃないか。あの、ポテ、オニオン、どうぞ。いや、もういいです。ごちそうさまでした。